よろしくお願いします。ワードプレスの将来ということで非常に大きなトピックです。で最初に頼まれたときにこれに本当にまあ答えることができるのかと思ったんですけれども、まあ、今いろんなことがプロジェクトで起こってますので、それについて話せばいいかと思ったんです。でいろいろですね、他の人もやっています。実は私が今から申しますのはプロジェクトに関わる公式の見解ではなくて私自身の考えですので、それは心を聞きください。将来ということですけれども、まあ将来というタイトルを前にも使ったことがありますけれども、例えばヘッドレスワードプレスという言葉があります。情報をワードプレスから API を通じて使うというようなことです。これはまあそんなに面白いことではない、トピックではないかもしれませんけれども、ごく簡単にワードプレスがどういうふうに使われているのか、そしてワードプレスの考え方がどういうふうに変わっているのかということについて話したいと思います。プレゼンテーションをヒデさんからいただいたんですけれども、エレクサを使って情報をワードプレスから取って使うというやり方です。このワードプレス基本的に、まあ、最新のテクノロジーをワードプレスとつなぐという考え方ですけれども、これは前は私は考えていなかったわけです。 API とのインテグレーションというのは非常に実装するのはいいことだと思ってたわけですけれども、その辺縁部、最初にリリースワードプレスがリリースされたときに考えられた考え方の一つでもあります。エンドリーチャールワークですけれども、これは拡張現実とワードプレスの統合ということを考えられました。 VR ですとか AR のシステムとの統合ということであります。これがその例なんですね。エクステンデッドバックアウトということで、これ火星の状況をこういうふうに示したものです。オープンソースですので、ここでどういうふうなものかというのをご覧になることもできます。非常にかっこいいですよね。それから他のプロジェクトにも関わっています、 AR ミュージッククリエーションアップというものです。ブロークンプレイスというふうに呼ばれていますけれども、これもまだリリースはされておりませんけれども、ビデオがありますので、ここの WP タブリング下に書いてあります。ブロークンプレイス .com に行くとビデオの例が見れます。非常に整った形で見られます。電話、携帯電話などを通して見ることができます。でワードプレスとの接続ということです。すなわちバックエンドとしてワードプレスを使うということなんですね。そういうふうな使い方というのは考えもしなかったわけなんですけれども、そうすることによって例えば音楽をセーブしたり、まあ、いろいろな人々が生成しているそういった音楽をセーブしてコラボレーションに使うと、そういったようなことにも使えるということなんです。でアプリケーションの多様性が肝であるということだろうと思います。ここではワードプレスを今、まあ、できるだけ幅広い形で使っていくということです。これによって、まあ、いくつかのプラットフォームがストレッチアウトし、そして既存あるいは将来の技術と統合されていくということです。そしてユーザーとそれから開発担当者の、まあ、多様性を深めていくことができるということ、そしていろんな形のソフトを使って地域を広げていく、コミュニティに貢献していくということ、将来に向かってそういった貢献をしていくということです。まあこういったトピックはあまり話すことはないんですけれども、できるだけ努力してみたいと思います。で我々のもちろん将来的にワードプレスが実はですね失敗してしまう可能性ももちろんあるんですね。そうですよね。テクノロジーというのは他のよりも良いものがですね現れるまでその道を突き進んでいきます。したがってこれは考えておかなければいけないことです。もちろん理想的ではありませんよ。こうなってほしくないわけですけれども、ワードキャンプがもう失敗してしまうというのことはあってはならないわけで あってはならないわけであります。私自身も望んでいません。しかしながらそういう可能性もあるということです。
ミッション、すなわちパブリッシングの民主化を進めていくというミッションを達成するためにワードプレスが変わり続けていかなければいけません。テクノロジーが勃興していきます。そうしますとワードプレスがそのミッションをどれだけ達成できるかというのはきちんと状況に適応していくということにかかっていると思います。今のところそのパブリッシングの民主化といいますのは非常にワードプレスと同じ道を進んでいると思うんです。で、おそらくまだネイティブでやっていないことも含まれてくるでしょう。おそらく将来的にはビデオサポートですとかそういったことですね、例えばファッションなどのパブリッシングにも関わってくると思います。これもまだ私自身が想像できていないポイントなんです。ということでワードプレスがプロジェクトだけではなくてコミュニティツールとして進化していくためにはどうすればいいのか、そうするためにはそういった変化を続けてやっていけば成功することができるわけです。ではワードプレスが今立ち位置がどうなっているのか、そしてワードプレスの変遷を見つめてみたいと思います。ワードプレスというのは成長しています。これははっきりしています。将来の成功について向けてよく言われている指標というのは成長であります。ワードプレスが成長している指標というのはいわゆるインストール数を見ても明らかです。ワードプレス今年の初めにアナウンスされた数値ですけれども、インストールウェブインストールで 33.4% で昨年度は 30% だったわけです。でワードプレスは今 35% 以上のセクションの下りで 35% を示しているということです。これもですね、想像よりも超えたような数字であります。そういった壊滅的な何かが今後なければですね、これが突然壊れることはないということです。ワードプレスは世界中の、多くの独立したサイトから成り立っているからです。したがってそれぞれが自由に開発を進めていくことができるからです。非常にいいことだと思います。ワードプレスがには調整するため、将来に向けて調整するための助走距離がたくさんあるということを示すからです。そしてアプリケーションやまたユーザーの多様性を意味していることでもあるからです。ただそこで難しさもあるのです。プロジェクトを非常に大きくなってきますと、これをうまく操縦していくのは難しい。大きな船を操縦していくのは難しいですよね。なのでワードプレス2では、このワードプレスが成功するためにはリソース、そして変化のためのビジョンをきちんと正しい方向に進めていくということであります。そのためのビジョンははっきりするということです。ではまずビジョンの伝達という話から始めたいと思います。過去数年来ワードプレスの、皆さんご存知かと思いますけれども、ワードプレスの共同設立者マット・ミューレンベグはより声高にビジョンを伝えていくということを先導してきました。より声を大きくしてコミュニケーティングビジョン、ビジョンの伝達というのを強調してきたくだりがあります。ワードプレスの成長というのはプロジェクトの組織機関において成長してきました。昨年の状況ですけれども、アニュアルスピーチがマットがありました。ワードプレスの現状について話しました。そして次はどういったことが期待されるのか、将来の計画についても話されたんです。でその際に次のステップは何かという話もされました。まず新しいエディターがリリースされました。でコールドグーデンバーグというものですね。で、シングルポストの中でから新しいブロックフォーマットを使うことにより、より物事がオブジェクトに基づいて進んでいく。テキストだけではなくと、テキストではなくと、そういうことです。こういった次のフェーズに向けて動いています。今現在我々がいるフェーズ2の段階なんです。これは立ち上がり遅かったんですけれども、カスタマイゼーションに傾注をしてきました。それからリンクが下に貼ってあります。ほとんどのスライド、ワードプレスのコミュニティで常に情報オープンになっておりますので、こういった情報が知りたいと、将来の計画ですとか何が起きていくのか、どういった決定が行われるのかということを知りたい方は、こういったリンクを貼ってますので、パブリックポスト、ビデオなどを見ていただければ、そういった情報を見ることができます。正確に何が起きているのかを知り、そして皆さんを関与する
することもできるわけです。ここの下にあるリンクというのはそういったトークの内容を示しております。サブタイトルがきちんとあります。すなわち翻訳されてますので皆さんもお分かりになるかと思います。で次の部分ですけれどもフェーズ3です。まあ、いつこれスタートするか分からないんですが、まあ、コラボレーションという形で進んでいくと思います。アイデアとしては Google Doc のようなものを使って、まあ、複数の人々がポストするということでができるようになります。 Gutenberg はエディティングを使ってそういった機能を実装するということです。でおそらく大きく変わるのがその後で、公式にいわゆる言語多言語サイトのサポートをワードプレスの中で、まあ、実現化していくということだろうと思います。おそらくもう少し時間かかるかと思いますけれどもワクワクしています。まあ、公式のプロジェクトとしてプライオリティが高まっているからです。さて、でこういったアナウンスメントがあったんですけれども、少し組織、そして物事がどういうふうに進んでいるのかということについてお話をしたいと思いますけれども、こういったアナウンスメントがなった後で、すぐ後ですけれども、こういった投稿がありました。これは make.wordpress.org にあるんです、org にありますけれども、プランをどういうふうに動かしていくのかという、特に9つのプロジェクト2019年にかけて具体的にリスト化されたものが発表されました。ここもまた見てください。昨年ですけれどもまた別のアップデートがありました。これ昨年のやつですので2019年度の終わりにこのアップデートをルセファさんが投稿しました。どういったプライオリティフォーカスエリアがあるのかというものであります。新しい全く新しいページです。ロードマップスラッシュロードマップのところに行きますと見つけることができます。その下に書いてあります。コミュニティでのプロジェクトがどこに今あるのか、そして実行のプロセスはどうなのか、計画は何なのかといった情報の詳細が見て取れます。ビジョンと関連してまた非常にいろんな動きが起きています。すなわち実験、いろいろなリーダーシップモデルへの試みであります。これはプロジェクトとしていろんな試みをしてきました。どういうふうにプロジェクトを回していけばいいのかですとか、私自身もプロジェクトに参加してきました。マットもリードしてきましたけれども、リリースですとかリーダーシップですとか、あるいは基本的に全てがどういうふうに、まあ、組織化されていけばいいのかといったことに関わってきたわけです。非常に健全なやり方なんです。すなわち進捗を評価していって、そしてコミュニティに対して事業を得た形でアナウンスをしていくということで、私自身も非常に励まされながらやってきました。そしてエグゼクティブディレクターが今ジョセン・ハーデンさんに変わりましたけれども、このようなタイトルで、マーケティングリードも新しく就任されました。それでいろんなことをまた新しいことをやろうというふうな方向になっています。これもまた、私ワクワクしております。ジョセフさんが、データサイドについてもこういったこと、新しいやり方をやってくださいというようなメッセージもありました。透明性ですとか、あるいは変化をこのまま継続させていくというようなメッセージが投稿されているわけです。で、ジョセフは、まあ、他のポストとしまして、組織の詳細についてみたいな発表もありました。どういうふうな、もし関心があるならリードになってくださいですとか、そういったいろいろなコメント、ポストがあって、それに対してコメントをつけられるようにもなっております。また新しいドキュメンテーカートレーニングなど、リーダーシップに関連するトレーニングに関する見解も発表しています。これも進行中ですけれども、ドラフトが出来上がっておりますので、もしご興味があればそのドラフトを見ることも可能です。そしてリサーチもやっております。ワードプレスが今現在やっているものでありますけれども、
もう現在のやり方ですね、リーダーシップがやっているやり方といいますのは、どういうやり方なのかということが詳細に示されています。もちろんこれはあるべきやり方からというのがあるのと同時に、それぞれの検証して、そしてより多くの人々が、あまり活動的でないもの人たちがプロセスを理解することによって、彼らにも働いてもらうようにしてもらいたいと、そういう思いがこの見解の中に含まれています。またアドバイザリーボードがエコシステムの中からいろんな人がアドバイザリーボードに関わっております。非常にアクティブに関わって、そしてみんなで前進していきましょうというような、そういった内容の投稿もこちらに書かれているわけです。これも先ほど紹介したリンクにつながったところで投稿が見られます。で、実際ワードプレスのリリースがどういうふうに打っていくのかという領域にもこれは関わってきています。ワードプレスのコントリビューションの領域にも関わってくるものです。それでは現在の私がワードプレス 5.3 のメディアフォーカスリードとしての経験から最近の現状についてお話ししたいと思います。以前のリードとしての経験と比較してみたいと思います。それではちょっと数年、2014年まで戻ります。これ私が初めてリーダーシップに関わった問題です、件です。その当時は副リードアンドリー・ネイソンがプライマリーリードだったんですけれども、その時の補佐として参加しました。コーリードというふうに呼んでくれたんですけれども、共同リードだよと呼んでくれたんですけれども、2人リードがいました。そしてコントリビューターは267人いました。両方、コーリードも共同リードはアメリカにいましたし、またコントリビューターは世界中に広がっていました。で、そういった同僚の皆さんいたわけですけれども、いろんなコントリビューターがリスト化されてリリースに関わっている。これは非常に素晴らしいことです。各コントリビューションというのが非常に重要なんです。で、毎日時間が取れるようなコントリビューターの人もいます。すなわちワードプレス 2.9 ではだいたいおそらく20人以下の人がですね、実際に時間を取ってコントリビュートをしてきたと思っています。そういった時期があったのです。もう少しそういった状況がどう変化したのかまた話していきたいと思います。次のリリースでは 3つのチームだったんですけど、私も含めて、またアダム・ソーバーさんも関わっていました。デザインリードでした。そしてデピューティーそれぞれおりまして、でアメリカベースでした。これはあまり高い数ではないと思うんですけれども、267国から2年間ですね、このように増えたわけです。徐々に増えていっているという感じですね。大きな変化ではないかもしません。3名のリリースチームということです。しかしこの経験からですね、非常に良いなと思ったのが、この余分の人員を持ってですね、どうやって時間がない時に助けてもらえるか、そういったことを考えるということ。そして数人の人で298のコントリビューターをマネージしていくということですね。で、最近のリリースワードプレス 5.3 ですけども、今年ありました。非常にハッピーでした。リリースチームが12ということで、これは完全に本当に私の中では大きな変革でした。本当にこれは健全な形だと思います。この場合、すべての人々がそれぞれの仕事というのを与えられて、例えばマーケティングとか、あるいはアニメーティングとか、そういったことですね、非常によりよく定義づけられたタスクがそれぞれの人に与えられていた。またグローバルチームがいたということです。で、世界中に広がっていたと。で、私は自分自身で問題があったとき、夜中日本でもう眠たいなと思ってたときにですね、誰か助けてくれないというふうに言うと、いつも世界中でですね、起きてる人が、ヨーロッパだったりとか、
あるいはアフリカからのコントリビューターもいましたし、そういった人たちがですね、その全てのタイムゾーンに存在しているために、ああ大丈夫だよと、もう寝ていいよ、僕が代わりに会っとくよみたいな感じで助けてくれた、まあ、これは非常に勇気づけられました。本当にこのリリースをコーディネーティングをしているんですけれども、18人の人でやっていると、まあ、これは本当に常に一日中常にですね、時間を費やしていかないといけない。3年間で2つのリリースがありましたかね、まあ、6年前にですけれども、常に自分の時間を費やしてきたということだったので、まあ、非常に私も勇気づけられて楽観的に考えることができたんです。リリースチームというのは、まあ、ワードプレス 5.3 から実験的にやっていってですね、まあ、本当にこれが今後も継続していけばいいなというふうに思ってます。まあ、非常にワードプレスにとっても良いことだと思っています。あともう一つですが、ワードキャンプヨーロッパで3から4年前に始まった5 for the future というコンセプトなんですけれども、これはまあ、マップが提案されてですね、もしワードプレスで働いているんだったら 5% リソースの 5% をまあワードプレスをサポートするために、成功これからも成功し続けるためにそれを使ってくれと、ワードプレスにまあ定期的にその時間を費やしているかどうか、まあスポンサーであるかどうかというのは別にしてですね、まあこのリンクに行っていただいたらサインアップできますので、そしてまあいろんな人たちがコントリビューティング貢献してくれているそういったページに行けます。またですね、まあ企業もこのリンクからサインアップすることができます。そしてワードプレスにこうお手伝いしてくださっている人たちのリストっていうのが見れるので、まあ非常にこれもいいのではないかなと思っています。あともう一つ、まあすごく成長してきているなと感じられるところがエディターです。まあ先ほども話ありましたけれども、これスクリーンショットです。 5.3 のリリースビデオのスクリーンショットです。まあ非常にかっこいい出来になってますけれども、またさらにこれは 4.9 からのスクリーンショットです。すいません、 5.3 とあまりその変化はないかもしれないんですけれど、まあ非常にまあ嬉しく思うのは、まあ、非常にモダンに仕上がってます。あと API もですね、それによってディベロッパーがブロックを通してワードプレスの機能を拡大できることが最も大きなポジティブな変化でした。それからバックグラウンドで使う言語を変えられるんですね。非常にモダンな形だと思っています。本当にエディターが以前よりも非常に容易になってきているということで、この多様性をアプリケーションの多様性を高めるのに貢献していると思います。そしてたくさんの貢献コントリビューションもあったということで、このスクリーンショットですけれども、まあ499のコントリビューターがエディターとしてですね、グンターベルクに携わってくださっています。先ほども言いましたけれども、ワードプレスの成長を見るためにはやはりコントリビューターを見ればいいと思うんですけれども、やっぱりこのグーテンベルグっていうプロジェクトが肝ではないかと思います。まさにユーザーエクスペリエンスが高まってきているのだと、ユーザーエディターだけでなくてユーザーエクスペリエンスも高まっているということの証明だと思います。まあ、次にこういったフェーズが来ると思うんですけれども、アドミンのパネル、管理パネルをもっと対応していくということですね。この URL に行っていただくと動画が見れます。でそこでもうちょっと詳細が聞けると思うんですけれども、エディターがやっている考え方としてはフルページのフルサイトのエディティングです。そしてマティエスさんによってこの言及があったんですけれども、非常に面白いと思うので見てみてください。でまた彼がですね、トップのドロップダウンのところに、非常にこうプロトタイプとして見やすい形でアップしてくださってるんですけれども、ユーザーがいろいろな
なことをこれを通してできるということが良いかなと思っています。ですからデザインに関してもこのスペースをどのように処理していけばいいかということが分かるんですね。なのでエディターもそういったことをあまりこう気にせずに気軽に使えるということで、非常にこれは将来有望だなというふうに期待をしております。何かコメントがありましたら、これ今まさに起こっているプロジェクトなのでですので、もしコントリビューターになりたいということであれば、コメントや質問、それから懸念などありましたら、もしぜひ寄せていただければと思います。あともう一つワードプレスが成長してきているなと思っているところがコミュニティです。これは本当にさらに大きなイベントなんですけれども、ワードプレスがいかに成長を遂げているかということが分かるイベントです。これ今年なんですけれども、141のワードキャンプがあって、34が新しいシティで街で行われたということです。で、17のキズキャンプがあってですね、子どもたちもワードプレスに触れることができると、そして5000のミートアップイベントがあったということで、本当に素晴らしいと思います。そして日本でもコミュニティの皆さんにも本当に心から感謝しています。この多様性が拡大しているということ、コミュニティであってもコアであってもですね、このプロジェクト中で参見されるこういったことが本当に大事だと思っています。あとコア2といったようなところでですね、このワードプレスの 5.3 に焦点を置いていますけれども、アクセシビリティを大事にしています。昨年の末にグテンベルグでアクセシビリティで問題がありました。コミュニティのスポンサーでもっての努力でですね、グテンベルグのアナログをエディットすると、それでもってアクセシビリティを高めるというような試みがありました。そしてたくさんのチケットを発行してですね、タスクをどん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 完成させていったと、そしてよりよく改善を試みたということで、本当にいろいろなやり取りがありました。みんなが協力してこれを進めていったんですね。なのでやはりグループが大きくなればなるほど、あるいはバックグラウンドが様々であればあるほど、またいろんな国の人々が関与すればするほどですね、やはりこのチームが包括的に我々全体としてよりよくこの変化を理解できるというふうに思っております。なのでやはりたくさんの人が関わってくれるとプロジェクトもより良いものになると思っています。またちなみにですけれども、この APEC を包括していくというお話もよく聞きますね。本当に嬉しく思うのが、この私が関わっているチームというのが、コアとかホスティングなんですけれども、そこで見る変化というのがですね、その情報がサイトにポスティングされるだけではなくて、それをどういったことをミーティングで話されているかということを見れるんですけれども、それ日本からの参画が結構大きいんですね、 APEC の中で。なのでコアは毎週そのトライアルセッション、トリアージセッションを2時に行われるんですけど、常に本当にワクワクしています。ホスティングチームと見て失礼、2週に1回行われるんですけれども、これもメディアコンポーネントとして非常に有益なものだというふうに思っています。でもし何か問題があったら、接続できないということがあったら、そういったこともどんどん寄せていただきたいと思っています。また個人的にですね、その母語が英語以外の方々も、もっとコントリビューターとして活躍してほしいと思っています。一つの例として、日本のホスティングコミュニティチームなんですけれども、本当にかっこいいなと思ってます。日本語でそのチームを結成して、そして英語でホスティングのコミュニティ、ホスティンググループとグローバルな形でつながることができると、本当にそれがなければや
はり、まあ、貢献、コントリビューターとしての貢献もできないと思うので、こういったこともぜひ何か皆様の方でより良いアイデアがあったらぜひそれを聞きたいと思います。ではまとめといたしまして、私がこう見ている変化の中でですね、やはりユーセージとアプリケーションがあります。アプリケーションの多様性、またオーガニゼーション、コントリビューション、ユーザーエクスペリエンス、コミュニティといった変化がありますけれども、まあ良い方向に向かっているのではないかなというふうに思ってます。でどこがもっと改善できるかということなんですけれども、まあ、フューチャーオブワードプレスというタイトルなんですが、なんで自分でこういう自問自答しているのかということなんですけれども、というのもやはり一人ではやっぱりワードプレスで起こっていることすべてをガイドするのは難しいということで、やはり世界中で一緒に働いているグローバルチームにやはり依存するところがあると思うんですね。で皆さんワードプレス何を作っているのかということを私ぜひ知りたいと思っています。あるいはカスタマーはワードプレスで何を作っているのか、何を期待していらっしゃるのかということ、また何が作れたらいいのになって思ってますか。ワードプレス現在これはできないんだけどできたらいいのにと思う機能はあるでしょうか。まあ、ニーズを超えてですね、やはり最も聞きたいなと思っていることはワードプレスがどういうふうになっていてほしいかと、このパブリッシングを民主化するというミッションですけれども、もしワードプレスがなかったらパブリッシングを民主化する上でどういうふうに皆さんだったらやりますか。どういうふうに進めていくべきでしょうか。ワードプレスの未来ということですけれども、まあ、変わってきています。何が起ころうとしても世界はワードプレスを中心に変わっていきます。そしてワードプレスがこのミッションを達成できるかどうかということは私たちのレスポンスにかかっているんです。なのでもうちょっと明確に言いますと、やはりこのワードプレスの将来というのは皆さんにかかっていると思うんですね。この成長の機会ということをお話ししましたけれども、このグローバルの皆さんのチームでもって競争していくということですので、みんなをデザイナー、ユーザー、インプリメンター、デベロッパー、ビジネスマンの方々皆さん参画していただいて、そしてワードプレスというのはここにいらっしゃる皆様のおかげで成り立っ、そして今後成長していくものですから、皆様自身が自分の役割は何かということを決めていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。マイクさんありがとうございました。さてまだ少しだけお時間はありますので、よろしければ先ほどマイクさんからも伺っているんですけども、ぜひ質問をしてほしいということなので、ご質問あればと思うんですけれども、質問のある方いらっしゃいますでしょうか。こうやってね、こういうタイミングで髪の毛かき上げると手を挙げているように見えるんですよね、やっぱり。はい、日本語でもいいですか。日本語で大丈夫です。今マイクをお持ちしますね。ちょっと一応マイクさんも通訳レシーバーつけますので、ちょっとだけお待ちくださいね。お願いします。はい、ありがとうございます。良いお話ありがとうございました。いろいろ考えることができました。マイクさんが思う日本からのコントリビュートでもっとこういうことがあったらいいなと思うことはありますか。 What kind of contribution do I expect? そうですね、まあ、特にこうだったらいいなみたいなのはないんですけれど、もちろんその皆さんがもっと関与したいと思ってほしいなとは思います。でもすでに日本のワードプレスコミュニティというのはすでに多大な貢献されているので、まあ、本当に勇気づけられていますし、皆様の貢献に関してはですので、まあ、その期待感というよりはですね、やっぱりよりよく、まあ、簡単に皆さんによりよく働いてほしいと、まあ、コアに関してはすごく難しいと思うんですね、コントリビュートしていくのが。ですのでより良い形でですね、コントリビューションしてくれたらと思うんです。どうでしょうか、これでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかジャパニーズ second language of using of the WordPress, right? Yes. Yeah.
日本語って今世界で2番目にワードプレスをインストールしているシェアになってるんですけれども、すごくの翻訳がまだ追いついていない部分がたくさんあってコントリビューションするのは大変だと思うんですが、ぜひ皆さんのそれを可能にしていくのも皆さんの力だとは思いますので、ぜひご協力いただけたらなとも思います。他にももしいらっしゃればぜひ、あ、では後ろの方でいらっしゃいますね。英語でご質問いただけるかと思います。まあ、質問でなくてもいいです。質問でなくても結構です。例えばこういう願いですとか、こういうものがあってほしいというものがあったらそれもお聞きしたいです。マイクさん、こんにちは。非常にいいプレゼンテーションでした。ありがとうございました。今、wordpress.org のリード、関わっているんですけれども、5人から6人のリプレ代表がいます。で、今チームビルディングをしています。数ヶ月前に色々リスト化を図ってコントリビューションをそれからやってきたわけです。で、実際アリゲーションのリクエストをしました。次のリーダーは誰にすればいいのかですとか、チームの中でリーダーの人を選ぼうとしました。しかしながらまだ誰も準備できていなかったんです。したがって前のリードに対して同じポジションをやってくださいというふうに頼んだ経緯があります。なので、興味がある人もいるんですね、リーダーとして。しかしながらまだ準備ができていないということが多いと思います。そういった、例えばリードをするための制限がかかっている人がいるかと思いますので、そういった場合どうすればいいでしょうか。まあ、要するに貢献したいと思っているんですけれども、今のところリソースとか時間がないということですか。そうです。で、我々のチームというのは、いろんな ポジションを取りたいという人が出てこないんですね。なのでまだ準備ができないからチームレビューなどとかのリードのポジションにつきたくないと思っている人が多いんです。なので、そういった場合はどうしたらいいでしょうか。そうですね、チームのメンバーでは私はないので、はっきりと なぜそのような理由になったのかちょっとはっきりわからないんですけれども、ホスティングコミュニティチームにお話しいただいたらと思うんですね。で、例えばトレーニングチームですとか、そういったことにも関わっていらっしゃいますよね。で、ジョセフさんもトレーニングについてのポスティングがありました。なので、多くの人々というのはチームビルディングに関わっているんですけれども、リードポジションにまだ能力的にですね、まだ準備ができていないということなんです。そういった場合は何かどうすればいいかという考えありますか。そういったことを聞かれたんですか。そうなんで、でリードポジションに なってもらえませんかって、まだまだちょっと準備ができてないんですというんです。いろんな理由がある。例えば時間がないですとか、あるいはタダではできないですとか、そういった時間がかかるとか、そういうこと、それよくある質問ですよね。よくある理由だと思います。私が昔いたチームですもそうです。もちろんいろんなことにワードプレスに時間をかけてくださってたんですけれども、最初ゴーダディにも私関わっておりましたので、そのワードプレスに対する時間も割くことができたんです。それは良かったと思います。いろんな多くの時間がですね、より多くの貢献をしたいとみんな考えていると思います。しかしながら十分な時間がないし、あるいはモニターリソースなどにも時間を割くことができないということになります。そうなると、そういった場合は、もっと多くの企業スポンサーですね、そういった人たちに助けをの手を伸べてくれたらいいなというふうに考えております。すなわちそういった企業の協力によって時間を作ってもらうということです。それから
以前のスポンサーシップを与えたくないというふうに考えていた会社もいましたけれども、もしそういった例えばこういったお金がないためにこういった活動ができないということであれば、スポンサー企業に対してですね、そういった助言あるいは援助を申し出るというようなことも一つの手だと思います。例えばグッドダディのような大きな会社があればサポートをしてくれ、サポートを得られるということですね。チームビルディング、そうです。で、ゴーダディのサポート、もっと多くの人をサポートしていっていただければいいなと思っています。そういった大きな企業をステップアップすることに協力してくれたらとてもいいと思っております。どうもありがとうございます。しれっと今会話してましたけれども、コアコミッター、 You are the committer, right? I am a committer, yes. コアコミッターとテーマレビューチームのリードのやり取りでございました。こんなことがね、このワードキャンプ大阪、この中で世界的な動き、しかもネパールから来ていただいていて、そして、You're from US, right? Originally.アメリカ出身のマイクさんがいらっしゃってっていうところで、こういうやり取りが聞ける場もワードキャンプならではっていうところもあると思います。改めてマイクさんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。